まあ、ある県で麹町警察署にちょっと電話させていただきましたけども、まあ、大,大体分かってきたということで、まあ、ある県で麹、えー、町警察署に電話させていただきましたけど、えー、いろいろはっきりしてきてましたさすがやっぱり警察官ですからああの、えー、くだらないことには応じないというそういうくだらないことには応じないということで あのー、さすが公務員としての、えー、染みついたそういう対応がなされてるなということで、まあ、残念ながらやっぱり東京大学は出てないなというだ,だけどだから東京大学出てないんで逆に親しみやすいというかね、あのー、<laughs> 余計なことはしない。 東京大学出ちちゃゃううとと余計なことしちゃうんですよねねやっぱり、ね、東京大学を出てると総務省なんかはや,やっぱりーパーフェクトなんですけど、えー、素晴らしい対応するんですけどやっぱり余計なことになっちゃうんですよね素直に素直に形式審査って言ってるんであれば、ね、漢字の読み方間違っていれば1枚目からまあ差し戻しですけど私がもしね千葉県選管だったらまあ漢字の読み方違うんだったらそれも小学生でも差し戻しじゃんみたいな。 ねえー、だからそれ,それを形式審査と呼ばないで、えー、それ以外何ですかと形式審査もしてませんって言うんだったらいらねえじゃん,そ,んそのところに何で税金払ってるの二重で千葉県選管行って総務省行ってに、ね、それを、えー、こうあのあの公表させて、ね、な,なんでだ何のために税金払ってるんですかって行政にね振り金間違ってるだけじゃあ,でじゃあ,あれまあ麹、まあ、町警察署の話とは全然違いますからまあ やっぱり知ってましたね、うん。知ってましたけども。はい、以上です。